七遊行ないでしょ、なかなか。ないですね。ないですね。うん、あ、そっか。私がブログ、こんなことをして、その、してますっていうのに、来てくださってたんですよね。あの、博多青春会で発表した日、時。うん。そうです。ですよね。はい。あの時の感想をもし教えていただければ。あの時の感想ですか？はい。もう立派だったと思います。っていうか、休憩させませんでしたからね。うん。見てらっしゃる。うん。なあ。2時間ぐらい喋りっぱなしだったんですよね、私ね。あ、そうかもしれないですね。全然飽きなかったですね。本当ですか？だから途中で休憩入れて、で、そのことについてどうのとかで、なんか皆さんが話して、こうどうのとかいう時間を取らないといけないのに、気がついたら、2時間ぐらいぶっ通して話してたんですよね。そうですね。うん。着物着て話してます。よし、着物じゃない。白いの、白いの。そういう時、行くんだ、これ。ね、こんな整理士でいいと思うって。全然見通し。いや、まあいいけど、まあ、だって、誰が何着てるよと、そんなのね、関係ないですよね。ちょっとあれ買ったし、あれ。あれ、わざわざ買われたんですか？いや、買ったらダメだったんです。返してじゃん。送迎員だったら返して。わざわざ買ったんですか？みたいな。ありがとうございます。ナッパが入ったかもしれんしな。まあ、400円ぐらいしか入ってないかしら。いや、ていうか、一枚も売れてないって言いしゃっちゃうもん。嘘つきと思ったじゃん。ほんと、それがね。ね、嘘やろ、うん、まあまあいいですけどね。それこれ流すべきじゃないでしょ。知らんけど。いや、まあいいですけどね。あ、でも、なんだっけ。まあ、あれブログだったじゃないですか、あの頃はね。はい、で、それからツイッターに行って、今、まあフェイスブックですよね、はい。っていうので、おかげさまでですね、今期は28年店が続いてるんですけど、うん、この中で、今までの中で過去最高の業績です。すごいですね。はい、嘘でも何でもない。3月決算の5月。あ、いえ、5月末決算です。あ、5月末決算で7月の新興です、はい。そうです、はい。なので今日とかはもうガーッと棚卸しだったんです。あ、それで。そんなにお忙しい地域は私やった。いやいやいや、もう、いや、だって5月末で終わってますから、仕事は全て終わってます。あとはだってもう綺麗にそういうものをね。新年度ですね。新年度です。はい。いいですね、ちょうど一品です。はい。はい。そうでございました。はい。なので、ああいう、こう、アウトプットさせていただいて、こう、自分で言ったからには必ず、こう、ずっと、こう、ハードルを自分で上げていきまして。はい。で、ネットでの活動をですね、僕ずっと見てると、まあ、この活動だと、まあ、正しいというふうに、まあ、理解してくださる方が、こういうやり方があるよっていうのの事例の一つに、私をこう、よし、取り上げていいかと、本を作られる会社の、静岡の方の会社の方が、ネット上で、インタビューを受けまして。で、もうそれはもう私たちにしてみればね、別にそんな、隠れることではないので、あ、それもぜひお願いしますと。で、それで、インタビューを受けることで、自分の、こう、自分が気が付いてない点もどんどんこう洗い出せるでしょ。で、それでね、まあ、いろいろ。勉強させていただいている状態です。だからもう、これ、すっぴんですか？あ、すっぴん。だって、いや、一応、お花が綺麗なんだ。一応なんかつけてたんですけど、なんか、ついてませんね。いや、この朝、皆さん、この肌、触ってみたでしょ？触ったことあるんだ、お前。触ってみたでしょ？いや、私は、触ろうと思いません。そうですね。あったら触っちゃう。でも、日本語もちょっと勉強したらいいよ。どういう意味それ今の。でね、今どういう意味？いや、触ったらやっぱり、もう犯罪になるじゃないですか。ああ。ああ、その。そういうリスクはありませんって言って。っていうかさ、はい、私いっぺん言ったよ。うちの会計さんはね、最終的に、まだうちが海のものとも山のものともわからんときに、うちの保証人になってくれたんだと。ね。だけん、その保証人になってくださるような、私たちの子、うちのね、母とか、要するにその人柄を見てね、保証人になってくれるような、そういう、つまり、運命共同体になる覚悟はあるのかって聞いたことがあると思うんですけど。でも、こっちからまた帰ってきた。今、ぐるぐる。いや、だ今ね、私ね、リスクは負いませんって言ったのに、カチンってきたんですよ。いやいや、そういう、だから、なんか触ったことあるのかいっていうふうにおっしゃったので、そういうふうな、とんでもない、パチかぶるようなことは私はいたしませんっていうことで。
ああ、そうね。だけどリスクっていう言葉は違ったね。そのリスクとはまた違います。違いますね。でもそういう、じゃあ何？あ、こういう社長とやったら自分ももう一肌脱ぎますというような姿勢でなさってる、なさろうとしてらっしゃるんですか？それはもう、頑張らないといけないですね。うん、目が死んじゃう。いや、っていうか、早く食べましょうか。あ、そう、ね。あ、でさ、とりあえず、なんか、もし、本当にお話になりたいことがあったら30秒 PR、どうぞ。いや、もうこれ、